バルサミコドレッシングを作ります。これバルサミコでございます。1分でできる簡単ドレッシングで、じゃあエクストラバージンオイルで、バルサミコ 140cc とエクストラバージンオイルが 260cc になります。はい、ここに塩を 5g。 これで蓋を閉めて、はい、バルサミコドレッシングの完成です。うちの店のランチのドレッシングです。これ1本でだいたい30人前で、塩が 5g なので非常に塩分も低く、バルサミコなので、体にもいいです。ちょっと贅沢なランチのドレッシングを使っています。お試しください。